はい、今日は30分早い、帰宅ということなのでまだ明るいですね。久しぶりに明るいうちに、帰るということで、で今日なんですけど、この YouTube のチャンネルの名前ですね、外遊びのすすめということで、ちょっとこのなんか厚かましい感じの、なんかタイトルというかチャンネル名なんですけど、別にその外遊び、ここでいうスキー、スノーボード、サーフィンですとかサップですとかバイクですとかいろいろ遊びをこう取り上げてるわけなんですけど、別にそれを何もですね、本当に強く押し売りのように進めたいということで、このチャンネル名をつけたわけではないんですよね。まあ、一応ニュアンス的にはこうおすすめはするけど、あとは あなたの自由ですよみたいな感じですね。受け取るも受け取らないもあなたの自由ですよと、まあでも一応おすすめはしますよという感じですね。そんな雰囲気で結構やんわりとした感じで、名前をつけたんですけど、あでもわからないです、受け取り方の問題で、なんか勧めっていう、なんかおすすめっていうのがなんか押し売りのように聞こえて、ちょっと不快感とかですね、そういったことを感じる人もいるかもしれないんですけども、今日それに絡めてですね、まあ仕事関係ではあるんですけども、まあその就業後のことについてですね、まあなんかいろいろとこう強要させられたことがありまして、で、まあ、別にこれ法に触れるとかそういったものではないんですけれども、まあ、本当にあの食事ですとかね、まあ、飲食とか、まあそういった類のことなんですけれども、かなり勧められましたかなり強い感じで勧められてですね、選択肢がないというか拒否権がないような感じでですね、なかなかグイグイと来られて、私も久しぶりの体験でしたね、こういうのは反強制という義務ではないけども強制ですよと、まるで今のこの時代をなんかそのまま縮小したような出来事だったんですけど、結局やんわりとお断りをしたんですけれども、帰り際ですね、ちょっと前向きに考えておいてくれということで全く受け取ってもらえなかったと、私の意見気持ちをですね、そこがちょっとというか非常に切なくというか悲しくというか思いました。正直もうそんな時代じゃないなという気持ちでいっぱいだったんですよね。でまだ私の年代とかですねであれば、まあもしかしたら、老害って言われることはないと思うんですけど、まあちょっとその今の例えばね、あの10代とか、まあ、高校生だとか、その大学生ですとかねから見たらですね、もう十分その古い人間に見えてるはずなんですよね、私の言動ですとかで、かなりアレルギー反応というか、あの拒否反応を示す私の言動とかもあるとは思うんですけど、それにしてもそう感じてる私からしてもですね、もうその今までのなんていうのかな、社会のなんかルールというかマナーというか、まあもちろんその不義理をするとかですね、なんかその恩を仇で返すとか、まあ、そういったことはちょっとまあ時代が変われどこう、まあ、変わらないところでもあると思うんですけど、まあそうですね、選択肢があるものであればそこはあの個人の個々人のですね、まあ意思というかを尊重するのが今の時代じゃないのかなっていうふうに思います。こちらが発信して例えば誘ってですね、相手がノーということでそういう反応されたのであれば、
それはそれということで、まあそれに意味を求めちゃいけないと思うんですよね、うん、いけないというか意味を求めることでもないと思うんですよね。ただその人の事情というか考えもあってですね、ただそういった反応をしただけとされただけということで、それについてですねいろいろこう詮索するとかなんかこう裏があるんじゃないかとかっていうのを、考えればですねもう本当にキリがなくもうドツボにはまってしまいますので、そこは本当に、うん、尊重その個人の意見っていうのを尊重する時代じゃないかなっていうふうには個人的には思うんですけど、どうでしょう。うん、まあこんなことも考えすらしないかもしれないですね、今の、その10代とかその、まあ、大学生とか、その新社会人の方からしたらですね、私みたいにこんなぐじぐじと思い悩むこともなくスパッという感じで、決断というのを、その人との対応っていうのをしていくのかもしれませんけれども、どうなんでしょうかね。で今ちょっとこの撮影の前に YouTube を聞いてまして、で、まあ、ある方が言ってたんですけど、その小学校の現状ということで、今その給食の時間でもその、まあ、黙食ということなんですよね。喋ってはいけないということで、でそれが私もですね、このコロナが始まってもう2年、になりますか、まあもう2年目になっているわけで、私たちというか、まあ成人した者からしたら2年っていうのはあっという間に感じるかもしれないんですけども、その子供たちですよね、小学生たちからしたらその2年っていうのはものすごい長いわけですよね。小学校6年間というのはものすごく長く感じるわけで、その3分の1の2年間その方が言ってたのは、その入学した時からそういった黙食というか黙って食べるっていうのが、デフォルトというかその、まあ、普通当たり前の光景になってるってことを言われてました。で私もハッと気づいて、本当にもう時代は本当に変わってるんだなって思ったんですよね、うん、だってもう小学校からもうそんな、うん、対応させられてるわけで、それが多分もう、学校では当たり前っていうそういう感じにはなってると思うんですよね。まあ家ではまあもちろん楽しく喋って食事とはしてると思うんですけども、なんか学校はそういうものだっていうなんかそういう、うん、概念というか固定観念というかそういうのがもう出来上がってしまってるんだなっていうふうに思います。でこの今、まあ、9月終わりですけども、もうこの半年後っていうのは半年ですよ、たった半年でもう入学式なんですよね。でそうしたら多分また私は半年かそこらで多分マスク外してまたそのコロナ前のそのライフスタイルに戻るってことは半年後は多分ないんじゃないかなって思うんですよね。いやこれ多分皆さんも思ってると思いますけど、そうしたらですねその新3年生ってもう半分も小学校生活の半分もですね給食の時間その友達とおしゃべりもせずにですね、なんかどういう雰囲気で食べてるのかな、まあ私が主にこう暗い雰囲気でなんか食べてるっていうイメージがパッと浮かんでしまうんですけど、まあちょっとちょっと悲しくなっちゃいますね。ちょっとだいぶ話それちゃったんですけど、まあ要はもう時代は変わって、もうその考えっていうのも、変わってしまって、もうこういった私が今、
まあ、冒頭に話したようなその疑問とか悩みみたいなものもそれすらももう多分、なくなってるというか、うん、全くこう今度はまあ別の多分問題というか悩みとかっていうのが出てくると思うんですけど、うん、ということをですね、なんか頭の中でちょっとモヤモヤと今日ですねちょっと考えてみました。はい、ちょっと愚痴っぽい、要素もあったんですけども、また繰り返しになりますけど、この外遊びのすすめチャンネルは特に教養をするものでもないです。はい、そもそも YouTube っていうのはこの私のこのチャンネル動画ですね、それが気に入らなければ、まあ、見なければいいわけで、まあいろんな方がいますよね。私のこの声がもうどうにもこうにも、肌に合わないとかですね、生理的に無理っていう人も本当に山の、ようにいるのはもう承知の上で、話してますけども、うん、はい、まあそういったことで、はい、終わりにしたいと思います。ちょっと10分もですねちょっと記録してしまいましたので、この辺りで終わりたいと思います。はい、ということで以上。